Welcome, everyone. Thank you for joining Tokyo College Lecture Series. My name is Yuki Terada, Project Assistant Professor of Tokyo College, and I am the moderator for today's session. The title of today's lecture is The UK's Indo-Pacific Tilt, What Changed in 2022? I am pleased to welcome today's speaker, Professor Alastair Morgan, a Shield Fellow of Tokyo College. Professor Alastair Morgan was the coordinator of the United Nations 1874 panel of experts on the Democratic People of People's Republic of Korea sanctions from 2019 to 2021. He was previously British Consul General in Guangzhou and Director of Trade and Investment at the British Embassy in Beijing. As for today's 今日のセッションはまずモーガン教授の講演を50分ほど行いまして、その後東京大学大学院法学政治学研究科の遠藤教授から15分ほどコメントいただく予定です。遠藤先生は国際政治 EU 安全保障の専門家でおられます。そして残りの時間はディスカッションに使い、時間があれば短い質疑応答も行います。会場の皆様に一つお知らせがございます。 Zoom の QA 機能を使って質問を書いて送ってくださればと思います。それではモーガン教授、どうぞお願いいたします。Well, Dr. Terada, thank you very much indeed. Terada 先生、ご紹介どうもありがとうございます。非常にご親切なお言葉を頂戴しました。それから遠藤先生にもこのイベントをご参加いただいてありがとうございます。それから見ていただいている視聴者の皆様にも感謝申し上げます。後ほどまた質疑があるかと思います。私、時間管理があまり上手ではないので、できる限り30分以内に収めたいと思っております。おりますが、始める前に東京カレッジに感謝を申し上げたいと思います。このようなプラットフォームを与えていただいたということ、それから東京カレッジに対しフェローとしてご招聘いただいたことにも感謝いたします。またこの公共政策大学院にもアジアに対する外交政策について構想を設けていただいたこと、そして学生の皆さん、構想を取っていただいていることにも感謝いたします。今日お話をさせていただくというのは大変光栄であります。できる限り今日お話申し上げたことあまり評説はしないでくださいね。2022年に何が起こったのか、英国のインド太平洋地域への傾斜という政策について何が変わったのか、でこの講義も前回を行いまして録音されておりますので、もしご関心があればぜひ東京カレッジのウェブサイトで見つけて聞いていただければと思います。でその時には今日よりももっと長くお話をしましたので、2022年何が起こったのか、前回の講義をご覧になってない方々あまりご存じないかもしれませんが、英国のインド太平洋地域への傾斜政策について少しご紹介をさせていただきます。5年ごとぐらいの間隔で英国政府は戦略レビューを公表しております。これは外交あるいは防衛安全保障の政策あるいは開発政策に関する戦略、そして関連する課題についての戦略を打ち出すということです。前回は2021年に公表されましたということで、ちょっと間隔はその前のレビューに比べると5年以上は経っていたんですけれども、やはりコロナ禍というのがあったがゆえということもあるかと思います。でこの統合レビューの中ではかなり詳しく英国の戦略が述べられております。特に今後どういう行動や措置を取るべきなのか、そしてそれ以降どういう段取りで進めるべきなのか、かなり詳しく書き込んであります。政府の発表ではインド太平洋の傾斜を行うということにも言及されております。インド太平洋地域への傾斜というのが言及されているのは
文脈として政策をグローバルブリテンとして英国を推進していくということです。グローバルブリテンというのはブレクシットの直後に政策として採択されたものでありますけれども、統合レビューが公表される前になります。グローバルブリテンという言葉そのものはあまり緻密に定義されておりませんが、考え方として英国はヨーロッパの国家であるが、しかしグローバルな関心利害を持っている、ですから非常にユニークな形で英国はグローバルな利害を持っている。もちろんヨーロッパの他の国々もやはりグローバルな課題に関心を持っているけれども、ということで英国政府がインド太平洋地域への傾斜ということを公表したのは、さまざまな資源をさらに振り向けていくということです。インド太平洋地域に対して先ほど申し上げましたいろいろな政策分野においてということです。より厳密にどの範囲をカバーするのかということは統合レビューでは定義されておりません。しかしながら強調されているのは、なぜインド太平洋地域が英国にとって重要なのか、いくつか発言表明がありました。例えば世界の人口の半分を占める地域であるとかで、国々の中にはあるいは領土を入れて世界の GDP の4割以上を占めるということにも触れられています。この地域は最も高い成長を今後見ていくだろうということにも触れられております。北米よりも、そしてヨーロッパよりも、その2つを合わせた以上の成長を見ていくだろうとされております。ですからこそインド太平洋地域は英国にとっても非常に重要である。経済機会という視点から見ても、またインド太平洋地域というのは安全保障そして防衛の面から見ても非常に重要である。英国にもインド太平洋地域の状況が影響を与える。例えば海運がそうであります。インド太平洋地域を通過する海運もありますし、世界貿易のについても、例えば英国の世界との貿易の 71.5% がインド太平洋地域を通過するとも言われておりますし、それだけではなくさまざまな挑戦課題がある。発火点もいくつもあるということです。こういった発火点や挑戦課題の中には、平和と安全保障が中国や北朝鮮によって突きつけられる挑戦、挑発、それから中国が台頭しつつあるということ、そして中国という国家は価値観が英国とは違う、そして完全に政治的な仕組み構造も違うということがあります。もう一つ、インド太平洋地域がなぜ重要なのかというならば、統合レビューの中で強調されているのは、英国にとっても重要な価値観、民主主義、人権の尊重、その他の価値観、例えば法治主義、法の支配、あるいはルールベースの国際秩序、またルールベースの国際秩序をさまざまな挑戦から守る、それからインド太平洋地域では新たなルールを、例えば新しい貿易協定ですとか、あるいはデジタル貿易などでルールを決めようといったような国々と協力をする必要がある。統合レビューが出された時には一部批判も見られました。グローバルブリテンという概念の定義があまりなされてないとか、また一部の人々の目から見るならば、昔の時代、例えば帝国の時代に視点を戻そうとしているのか、傲慢ではないのか、あまりにも手を伸ばしすぎではないのか、英国府の能力から見るならば、ここまで国際的に力の投影ができるのかどうか、2021年の時点で見るならばという批判も出ました。またインド太平洋地域への傾斜についても批判をする向きもありました。例えば経済分野においては、新たな貿易協定を推進していくインド太平洋地域の国々との間で、それを実現したからといって
ブレクシットによってもたらされた被害を埋めることにはならない、これは EU との貿易が阻害されたということが当時問題として挙げられておりましたので、そして経済的な能力を見るならば英国にとってインド太平洋地域への傾斜を維持することができる、それだけの力をまだ持っているのかどうかということを疑問視する向きもありました。しかしながら東京レビューで書かれているように傾斜というのは非常に明確であります。英国は根本的にヨーロッパの国である。最大の安全保障上の懸念は北大西洋、そして、ヨーロッパの戦域にある、その戦域を放棄するわけではない、地理的なそのような関わりを犠牲にしてまでインド太平洋地域に傾斜するわけではないということは明確にされております。英国政府が何をやろうとしたのか、インド太平洋地域に関して実現可能なもの、達成可能なものをやろうとしていたわけです。昨年私はいくつかの成果についてもいろいろ調べてみました。2021年に実現された成果について、かいつまんで申し上げたいと思います。これらは昨年の私の講義の中にすべて入っておりましたので、英国はクイーンエリザベス空母打撃群を展開いたしました。インド太平洋地域に派遣をされたわけであります。で、空母打撃群を送るということはもう10年ぐらい前から考えられていたことでありまして、空母そのものは1990年代に建造が始まっていたわけです。世界のさまざまな地域、このインド太平洋地域も含めて、これは韓国、シンガポール、日本、そしてオーストラリア、ニュージーランドやその他の国々とさまざまな取り決めを英国は結んでいきました。以前に EU と締結されていた取り決めを引き継ぐものもあれば、全く新しいものもありました。で、英国はまた対話パートナーとなりました。ASEAN との関連で2021年にであります。また、CPTPP、TPP11 の協定にも参加の申請を行いました。私の昨年の講義の終わりに9つのリスクについて申し上げました。インド太平洋地域への傾斜に関するリスクであります。そのうちのいくつかはまだまだ重要性を持っておりますが、しかしながらインド太平洋地域への関与から出てくるようなリスク、例えば紛争に関与巻き込まれるのではないかとか、例えば台湾海峡をめぐる紛争に巻き込まれるのではないか、これについてはまた後ほど触れたいと思います。で、今私が話を戻したい2つのリスクですけれども、これが主たるリスクと申し上げた、これは英国経済の現状 を見るならば、十分な資金や人材を持てるのか、インド太平洋地域への傾斜政策を維持できるのか、私はイベントという言葉をその時に使いました。元首相であるハロルド・マクミランが言っていた、さまざまな挑戦課題が出てきて予測不可能である、もう予期しないようないろいろな出来事が起こって、そちらの方にやはりエネルギーを取られてしまう、そういうこともまま起こるということを申し上げたわけであります。で、2022年、まさにそういうことが次々に起こりました。それからさらに3つの分野について、触れます。経済についても政治についても、英国府の国内政局について話をし、そしてロシアのウクライナ侵略についても話をします。1年前に講義をした後、ジムキー・アリオル・グラス先生が
反論オフをされて来られました。かなりの予見性を持って彼女はウクライナに関するリスクについて問題提起をされました。ウクライナにおける戦争が起こればインド太平洋地域への傾斜がやはり軌道を外れざるを得ないのではないか、そういう可能性はないなのか、私はそういう可能性はあるということを申し上げました。しかしながらウクライナで戦争が起こったとしても、まあ当時私個人としては全くそんなことを予見していなかったんですけども、だからといってそこまでインド太平洋地域への傾斜派がそがれることはないだろうということになりました。英国の国内政治、その政局の話をしたいと思います。皆様ご存知だと思いますが、2022年英国府では3人の首相が誕生しました。これは異例なことであります。政治的な大混乱という状況が見られたわけです。で、それはボリス・ジョンソンが7月に首相を辞めた、その後9月から10月にはリズ・トラスが首相、もう記録的な短さでありました。たった50日間の首相でした。そして10月にはトラス首相が辞任をされて、そして今のリシ・スナク首相に変わりました。これだけの政治政局の混乱ということ、これは他のさまざまな出来事から注意をそらさざるを得ないということにもなるわけであります。スナク氏が首相になった時に、彼は海外に行けるのかどうかという疑問も呈されたぐらいであります。COP27 の気候変動のエジプトでの会議が予定されておりましたので、それに出席できるのか、あるいは G20 の首脳会議がインドネシアで開催される予定でしたので、それにも行けるのかどうかと言われましたが、両方に首相は行かれました。ですから国内でいかに圧力がかかっているか、これらのことでお分かりいただけますでしょう。もう一つの問題ですが、これは有権者の支持が失われていった、支持率が保守政権にとって失われていったということです。そしてますます野党側、労働党の政策に目が集まるようになりました。英国の選挙制度では、次の総選挙を招集する期限2025年の1月であります。ですから現政権は一応過半数を持っているということで、一応2年間はあと続くということで、それでも人々は労働党側の政策に非常に関心を持ってきているということがあります。インド太平洋地域への傾斜ですけれども、影の内閣、労働党側の外交政策に関するスポークスマンはティルト、傾斜という言葉は使っておりません。しかしながら、この政策の核心、その主眼点、インド太平洋地域の重要性、そういう政策は続くだろうと表明しております。ただ2025年の政府の政策がどうなるかはもちろんわからないことですけれども、おそらくそれほどは変わらないだろうということがわかるわけであります。で、3人の首相を英国は2022年いただいたわけですけれども、一番大きな違いの一つは経済政策についてでありました。とりわけトラスとスナク首相の間の違いです。後で立ち戻りますけれども、インド太平洋のフォーカスについても少し違いがありました。で、特に見方としてリズ・トラスの方がもっとタカ派ではないかという見方がありました。中国に対してですね、リシ・スナクと比べると、元財務大臣でしたリシ・スナクと比べてそうだという議論がありましたが、そうかどうか私は分かりません。リズ・トラスは
短い期間、首相でしたが、その間に決定をして、統合レビューですね、2021年に発表されたものを更新しなければならないということを決め、そして2022年末までに更新版が出るということをその発表しました。しかしながら政治的な変化もあって、これは延期されました。スナク首相は、しかしながらこの更新版を出すということ、今年の初めに出すと、2023年の初めに出すということを言っております。そしてこの更新版を出すニーズについて発表するときに、トラス首相は特にウクライナの戦争を挙げました。その結果について述べました。ただその背後のある程度表にも出たんですけど、明白だったのはトラス首相は統合レビューが十分に堅牢性があるかどうか中国に対して、ね、疑問を持っていたということが言われています。スナック首相は最初の大きなスピーチを11月に外交に関して行ったわけですけれども、首相としてインド太平洋のフォーカスというのは中核の位置づけであるということを言いました。外交において、ただ傾斜という言葉は使いませんでした。そしてすべての政党の党首たちが言ったのですが、英国政府のウクライナをサポートするコミットというのは揺るがないものであるということを言っております。そしてこのコミットは戦争が終わるまで続くのだということを言っております。外務大臣、トラスの外務大臣クレバリー外相ですけども、今外相でもありますが、9月に外交に関するスピーチをし、そして傾斜を維持すると、インド太平洋の傾斜を維持するということを言いました。そのウクライナ戦争にあるにもかかわらず、なぜインド太平洋の傾斜が重要であるかということを説明しました。30分で全部お話しすることはできないので、30分ちょっと超えると思います。それでは経済の話をしたいと思います。申し上げたいのは、経済は回復をしたものの、非常に惨憺たる状況であったわけです。イギリス、2020年、最大の GDP の下落、300年来の下落を経験しました。経済は、いまだ芳しくないわけですけれども、バンクオブイングランドの予測によりますと、わずかな景気後退、2023年を予測しています。 IMF はイギリスが唯一主要な経済国の中でマイナスの成長を見るであろうと、2023年で、こういう予測は必ずしも当たらないんですけれど、これは決して朗報ではないわけです。政府債務は高く推移しております。現在、GDP の 100% をやや切っております。100% を超えてたんですけれども、これは非常に高いというわけでもない、G7 の経済を見ますと、ただ歴史的に見れば非常に高いわけです。そのイギリスで言えば歴史的には高い、そして多くのヨーロッパの諸国に比べて、EU の平均に比べても高くなっています。で、借り入れコストは現在高くなっています。政府の借り入れコストです。バンクオブイングランドは利上げをしました。4% まで利上げをしました。で、これの意味するところは、リソースが減っているということですね。公的歳出のための。ですから、プログラムが十分に資金があるかどうか、特にインド太平洋の傾斜に関する資金が十分にあるか、つまり国庫に対する需要はますます増しておりまして、特にコロナのパンデミックの後、大きな需要があったわけです。保険関係ですね、負担が増えたということです。
予算がトラス政権が短命に終わったことの理由については細かく触れませんが、政府はしかしながら無制限に国際市場から借り入れるということはできない。減税でやるかといえば、どういうふうにこの財源を使っていくかということを説明しなければ減税もできない。しかしながら予算は改善し、トラス首相の政権下での目標としては成長を遂げようということでありました。どうやってイギリスが成長を達成できるかということは政治的にも非常に今問題になっています。減税に対する、要求も非常に高まっています。後でこれについても触れましょう。簡単にロシアのウクライナ侵略の影響を見てみましょう。2022年2月でありましたが、これはまさに不法戦争であり、プーチンが行った一つの画期的な戦争であったわけであります。その結果はまだ分かりません。兵器がますます使われる、増えるか、そして戦争がエスカレートするか、ウクライナの中での混乱、対立も増大するのか、その成果などについてはまだ分からないことが多いわけですけれども、イギリスの政府はコミットをいたしております。ウクライナを支援するということですね。援助についてもそうです。人道、あるいは経済的な防衛の支援、援助を見ますと、他の国よりもイギリスがはるかに多く出しています。アメリカを除いてですね、 EU 全体を見ればイギリスより大きいですけれども、単一の国としては非常に多く出しています。これはヘッドラインだけ申し上げて、あと細かい点は皆様とお話ししたいわけですけれども、ウクライナの問題は重要な問題を提起をしました。軍事的な能力、イギリスの軍事力も含めてですね、戦争が示した一つの点は、ウクライナ、そしてロシアの人たちが弾薬、兵器を非常に早く入手したということですね。備蓄がなくなってきているということですね。支援がさまざまな国が提供している、そしてその備蓄が十分かどうかという問題も出てきています。それからより大きな問題は、その防衛と配備の問題ですね。特に NATO の、あるいは北大西洋の安全保障の戦役の問題ですね。イギリスにとってどうであるかということは重大な問題になってきております。戦争はある程度信頼性というのが高まりました。イギリスに対する信頼性、ウクライナを支援したという意味で、そしてイギリスの諜報ということに関する信任、またイギリスのコミットメント、ヨーロッパの防衛に対するコミットメントをいかに示したかということで、これが信頼性につながった。 EU とまた協力をして、加盟国と協力をし、そして各国とロシアの制裁にも加わっているということで信任が高まりました。そして新たな組織に加わっております、欧州政治共同体、これは組織と呼べばそうですけど、マクロンが設置したものです。戦争は膨大な影響を国内の経済に及ぼしました。イギリスにおいて燃料の安全保障、そしてインフレ、
価格の圧力、それからコスト、ウクライナへ支援するコスト、これはイギリスから他の地域への援助にも影響を及ぼすわけです。それがストレに提供できる資金面で影響が出てくるし、その援助への予算ですね、インド太平洋でのにおける援助の予算についてもいろいろな問題が出てくるわけですけれども、戦争は決してインド太平洋への傾斜フォーカスに影響を及ぼしているものではありません。遠藤先生がお話になった後、さらに細かい点に触れることは可能だと思いますが、一つインド太平洋への傾斜、これは経済的な見通し、これは変わってないわけですね。経済的なその戦争の影響はもちろんインド太平洋への影響はありましたけれども、成長、人口、GDP の見通しは変わっていないわけです、この地域は。そして新たな懸念関心事も出てきています。中国がロシアを支援していると、支持しているということ、そして上限のない、正規のないパートナーシップなどをその中国とプーチンと発表しています、ウクライナ侵攻前に。これが示すところはいかに重要であるかということですね、この地域にフォーカスをすることが。そして安全保障、一つの地域の安全保障の問題が別の地域にも影響を及ぼしうるということです。それからニーズとしてコミュニティの見方としては非同盟諸国ですね、グローバルサウスの諸国、こういう諸国は必ずしもウクライナの戦争に関するパーセプションを他と共有しているわけではありません。 NATO とか同盟国のパーセプションを見方を共有しているわけではない。だからこそこの地域にフォーカスをするということなのです。それから懸念として同類のリスクが地域にあるという見方です。特に中国、台湾関連で、中国は可能性として武力を使うということを完全に否定しているわけではないわけです、台湾統合にあたってですね。それからもちろん中国と台湾とロシアとウクライナの間では違いがあるわけで、決してその一国制度ですね、英国制度としては中国の一国制度を見ているわけですけれども、これをその放棄するわけではない。ただリスクがあるということで、決意ですね、回避をする、抑止をする、台湾に関する武力の使用を抑止をする、回避をする、そして和平、平和のプロセスを支持したいという姿勢は非常に強いものであります。ですからウクライナの戦争が中国のパーセプションをその変えなかったとしても、台湾に対する考え方を変えなかったとしても、また武力に関する考え方を変えなかったとしても、それどうだか分からないわけですけれども、リスクはそのウクライナの戦争の前からあったということです。これは非常に簡単にいろいろな問題に触れました、インド太平洋関連の問題ですね、ウクライナの影響が及ぶ点に関して全体的に触れました。一つ一つ取り上げてより深掘りすることもできると思います。それぞれの問題について私よりもずっと知っておられる方があると思いますので、私が申し上げたことがナイーブであったならばお詫び申し上げたいと思います。私残された5分10分ぐらいのお時間にいくつか他の項目についても触れたいと思います。まず一つ目は
平和と安全保障、インド太平洋地域の平和と安全保障に関してです。で、英国がどのようにこれまで対応してきたのか、私はこれまで台湾海峡についてだけ触れましたが、しかし夏に、米国のペロシ下院議長が訪台を欲し、中国はそれにこうして軍事演習、ミサイルの発射、他のさまざまな行動を起こしたわけです。そしてそれに対して英国政府は英国の中国大使を召喚し、中国の行動について問いただしました。そして価値観、また平和的に問題を解決することの重要性について強調しました。その訪台の後、いくつもの訪台の状況が見られました。これは英国からも国会議員、それから一人の閣外大臣、これは貿易担当の閣外大臣が訪台をいたしまして、中国から批判を受けました。一つの中国政策に反するのではないかと詰め寄ったわけです。ただ英国はもちろん一つの中国政策を取っている。だって台湾はこの関税上別の管轄である WTO の方であり、で台湾ともいろいろな貿易協定をめぐって交渉してきたということがありますので、今回の訪台はこれまでの経緯と違うものではない。もちろん台湾を国家として認めているわけではないんですけれども、で外交委員会の委員長、そしてそのメンバーの議員が訪台をしまして、これは英国政府の公式訪問ではないんですけれども、議員というのはもちろんそういう行動を取る権利はあるわけで、ただ中国はこれを批判してきました。で英国府の議員がこういう問題についていろいろ表明することに対する中国の批判があったわけであります。インド太平洋における防衛あるいは安全保障上の脅威ですけれども、北朝鮮がまたミサイルの発射を再開している、日本の上空を飛ぶような形でミサイルを発射している、あるいは ICBM なども発射してきているということで、英国府はこれまでと同じく地域外のパートナーとして最もこの問題にコミットをすると、例えばさまざまな制裁措置を通じて、あるいは国連の安保理のいろいろな議論の中で、ただ国連安保理はもうほとんど機能が麻痺しておりますので、中ロと他のメンバー国の間での分裂がありますので、時間がありませんので、これについては詳しくは触れません。2022年、英国府は防衛安全保障の分野に関しては、空母打撃群2021年の派遣以上のことは行ってはおりませんけれども、しかしながら、OPV、哨戒艇、哨戒艦を恒久的にインド太平洋地域に派遣しております。合同演習にも参加しておりますし、北朝鮮の制裁に関わる監視活動にも参加しておりますし、その他のさまざまな活動に参加をしてきております。防衛上のコミットメントですが、インド太平洋地域へのコミットメントについては、他の お約束、例えばこの沿岸即応補部隊
の派遣ですとか、フリゲート艦を将来的に派遣するとか、そういう約束をどこまで遂行できるかということによってかかっておりますが、それが止められることはないだろうとは思っています。非常に重要だと思うのは、防衛分野における他のさまざまな協力も2022年に続いております。オーストラリア、アメリカとの協力をオーカスの下で進めております。これはオーストラリアに対して、あるいはオーストラリア自身によって建造されますけれども、原子力推進型潜水艦、これは通常兵器のために、通常兵器を搭載してということになりますが、3月に発表がなされる予定であります。他の分野でもいろいろな協力が進んでいます。海底兵における技術、あるいは量子技術ですとか AI、 あるいは先進的なサイバー、この極超音速ですとか、その他の先進的な技術について、オーストラリアだけではなく英国にとっても非常に重要な意味を持っております。で、後ほどまた時間があれば触れたいと思っておりますけれども、大々的な発表が英国と日本の協力ということで最近ありました。これは非常に重要な進展であります。日本とイタリアと英国が GCAP、 グローバル戦闘航空分プログラムであります。それから RAA、これは日英の部隊間協力円滑化協定であります。日本側が英国で必要に応じて自衛隊が部隊として関与できる、そして逆に英国軍も部隊を必要ならば日本に送ることもできる。これは2012年以来交渉協議が重ねられてきたわけです。2020年特に政治分野において英国でもいろいろ問題を抱えていたんですが、日本側でもいろいろ問題がありましたが、それでもようやく実現をいたしました。経済の分野についても、英国は CPTPP に加盟する2022年の末という目標を掲げておりましたが、これは実現しませんでしたが、しかしこの協議は続いております。積極的にまた FTA を英国はインドとの間でも進めております。ここで注目しているのは、インドネシアとのやはりパートナーシップ連携協定であります。インドネシアが G20 の議長国を2022年務めましたし、また ASEAN の議長国ともこれからなる予定になっています。またさらに貿易協定、すでに結ばれている韓国との協定をの範囲を広げて、デジタル分野のも含めようとしています。これはシンガポール、日本とはすでにデジタルの分野についての協力協定が結ばれております。またインド太平洋地域への傾斜について、英国にとっての他にもいろいろな課題があります。まず2022年に公表されたんですけれども、バイデン政権がインド太平洋戦略というのを打ち出しました。あまり詳しくは申し上げませんが、それも2021年の国務長官のスピーチ、時を一にしております。これは前回の講義で申し上げました。それからカナダ、あるいは韓国もインド太平洋戦略を同様に打ち出してきております。ですから同志国、あるいは同盟国がインド太平洋に関する戦略を持とうという動きはずっと続いていると言えるでしょう。また NATO の新しい概念、これは中国についても触れておりますし、インド太平洋についても触れております。韓国と日本が NATO の首脳会議2022年出席をいたしました。また NATO の事務総長が
最近日本韓国を訪れております。これは私が申し上げたこの地域がいかに重要なのか、特に NATO にとってもやはりウクライナへの対応との兼ね合いだけでなく、やはりリスクや脅威がつながり合っている地域を超えてという問題があるからです。私は詳しくは申し上げませんが、バイデン政権の方針としてインフレ抑制法を打ち出し、半導体を産業を支援していくということ、これはアメリカにとっても大きな課題でありますし、また同志国ヨーロッパだけではなく、この地域の同志国、半導体技術やグリーン技術について進めようということがあるんですけれども、さらに密な協力を NATO の中でも G7 の中でも2022年進めようとしてきたバイデン政権の下で、いろいろなそういう動きが見られてきているということがあります。この地域には他にもいろいろな課題がまだまだあろうかと思いますけれども、ちょっとここでは触れるのはやめておきます。4つの英国における進展について触れたいと思います。足早に申し上げたいと思うんですけれども、1つは皆さんもうおなじみかと思います。英国の法律で重要インフラを守ろうという国家安全保障投資法が制定されました。また2022年、この法律の下で最初の命令が出されました。これは中国からの投資を禁止する、半導体分野において禁止するという命令でした。あともう3つの分野ですけど、それほどあまり明確ではないかもしれませんが、一つは国勢調査、イギリスとウェールズの国勢調査の結果の公表です。2021年に調査が行われました。イギリスとウェールズ、アジア系と言われる人口の比率ですけれども、 7.5% であったのが10年間で 9.3%に増えたということです。前回の国勢調査はその10年前でしたの で、インド太平洋地域の傾斜、これは英国内においてもやはり意味合い関連性を持っているということ、とりわけ南アジアとの関連で、それからもう一つ申し上げたいのは、英国は中国からの留学生に英国の大学ではかなり依存しているということがありますが、学生ビザの申請、インド人留学生のビザの申請数が中国人留学生の数を超えた、初めて超えたのが2022年でした。ですから少しやはりバランスの調整が出てきているようであります。それから重要な表明が行われました。これはトラス政権の下でありますが、英国政府がモーリシャスと交渉に入るということでした。これはチャゴス諸島に関してであります。イギリス領インド洋地域におけるチャゴス諸島にはディエゴ・ガルシアという大きな基地が置かれております。これは米国並びに英国がこの基地を使用しておりますけれども、この交渉によって影響はされないけれども、今年の初めに問題の解決が図られようとしております。英国がこれまで批判を受けておりましたので、国際法に違反している、すなわち主権を侵害しているのではないかということでした。ということで、この主権に関する交渉をしようということです。モーリシャス側から批判を受けて、英国としても道義的にやはり問題はやはり抱えたくない、東シナ海、南シナ海、やはり法律違反という状況は避けていきたいということがあるだろうと思いますので、南シナ海、東シナ海の状況について法律違反と批判をする側としても、最後になりますけれども、安倍元総理が暗殺をされました。安倍総理こそそもそも自由で開かれたインド太平洋という概念を初めて表明されたわけであります。
それも英国のインド太平洋地域への傾斜の政策にも反映されておりますし、またエリザベス2世女王陛下が崩御をされたということ、英国の君主だけではなく英連邦の君主でもありました。でいくつもの英連邦の国々、インド太平洋地域にもいくつか国々がありますが、の君主でもありました。外交にも深く関与されましたし、この地域のさまざまな国々との関係も深まりました。で、英連邦の絆が今後どうなるのか、君主制がどうなるのかという新たな問題も出てくるかと思われます。エリザベス女王は優れたお手本でありました。亡くなる2日前まで優れた職務を果たされてきたと、もう目を見張るものでした。以上です。ありがとうございました。大変細かい ご補足をいただきました。また概要をいただきました。2022年の世の中の出来事に関してディスカッションに入ります前に、遠藤先生の方からコメントをいただきたいと思います。ありがとうございます。ご招待いただきまして、私自身イギリスで教育を受けておりまして、非常に良い思い出を持っております。モルガン先生、ありがとうございました。大変素晴らしい簡潔なレビューをしていただきました。最近の進展について、元外交官であられ、大変深い経験と知識をお持ちであります。この地域に関してほとんどすべてを網羅なしたと思うんですけれど、進展についてですね、大変感銘を受けました。これらモルガン先生のおっしゃったことすべては傾斜ですね、持続的なアクティビズムですね。この地域におけるイギリスの持続的なアクティビズムについて語ったものであります。非常に制度的にシステマティックに戦略的な軍事的な側面から経済で、これ自体は構造的な変化によって持続している重心がこの地域に、世界の重心がこの地域にシフトしているということで、そのブレグジットのあとできたその空間を埋めるというネガティブなことだけではなくて、構造的なシフトについて言及なったと思います。PPT のファイルを一つ準備してまいりました。パワーポイントのファイルです。それを示していただければと思います。次のスライドお願いします。申し上げたい点は、この傾斜の詳細に触れる前に、一般的な状況に触れたいと思います。この地域についてですね。2つのフォーカス、1つは台湾、1つは北朝鮮です。台湾から始めますが、私自身、2つの考え方を持っています。1つは、これ非常にリスクが高い。ウクライナの戦争を見るならば、それが示したのは、
リスクです。3つの要素が組み合わさると、つまり現状を変えようという意欲があって、そして2番目に、その現状を変える能力、力があった場合、そして、独裁政権ですね、が強力になってくると、この3つの要素が加わると、かなりそのリスクが高まるわけですね。非常に残虐なロシアによるウクライナの領土への侵攻はこの3つの要素が組み合わさった結果だと思います。さて、我々の地域を見てみますと、中国はまさにこの3つを持っています。現状を変える意欲があるし、そして能力が増大しています。この現状を変える能力が拡大していると、そして、独裁政権がその勢力を強めているということで、習近平の3回目の就任は、その習近平のですね、ダイナスティの誕生であるということも言う人もいます。中国は台湾を諦めてはいない。そして軍事力も強化されている。そして習近平もその力を強めているということで。これは直接すぐに全面的な攻撃ということにつなげることはできないわけですけれども、完全なる侵略につながることはできないわけですけれども、ただアメリカを見ますと、インド太平洋司令官の元デイビッソンさんがおっしゃったことを言いますと、6年で侵略のうちにはあるかもしれない。一方、統合参謀本部長ミリー将軍が言ったのは、中国はその能力を持っていない。その中国は軍事的に見て台湾の侵略を軍事的に行う、その根拠がないと、理由がないということを言っています。詳細を見るならば、潜在的な軍事作戦、台湾を中国が侵略するとするならば、100万の兵士が上陸をしなければならない。で、装備をしていなければならない。その戦車とかさまざまな装備、軍事品を持っていなければならない。そうしますと、2000万トンの輸送能力が必要であるということで、それはその大陸は持ち合わせていないというようなことも言われています。一方、中国の宇宙の軍事力などを見ますと、私が聞いたのは、中国はそのペロシ下院議長の航空機が台湾に入ってくることさえ検知できなかったと。十分に追跡検知をすることができなかったということも言われています。ですから、能力は完全なものではないかもしれない。その5世代の戦闘機を見るならば、そして台湾、アメリカ、日本、これを組み合わせても、その中国にとっては十分ではないかもしれない。ミサイルはあるかもしれない。ウクライナの戦争を見るならば、対ミサイル防衛の機能ですね、 70%、80% がその中立化されるということのようです。そういうことから、誇張しすぎてはならないと思うんですね。台湾のリスクを、台湾が例えば独立を宣言するということがあれば別ですけれど、そういうことがない限りにおいては、近い将来戦争はないということかもしれないと思うのです。そしてアメリカ、イギリスのこの地域への傾斜は、その中国がリスクかもしれないということの根拠になっているかもしれません。その台湾の有事に関連して、ただどの程度
そういうことを想定することが合理的かどうか、台湾の有事があるか、近い将来有事があるかということが合理的かどうか分かりません。北朝鮮を見てみますと非常に心配になります。体系的な形で核兵器、あるいはそのミサイルですとか、いろいろ進めております。ただ同時に私の目から見ると、彼らがなぜ核やミサイルを開発しているかと、目的は何かと考えるならば、彼らのキムダイナスティ、いわゆるキム王朝と呼ばれるような政権体制を守ろうとしているからでしょう。ただもっと心配になるのは、北朝鮮は戦術核の獲得を始めてきているということです。これをどう捉えるべきなのか、北朝鮮のこういう行動をどう考えるべきなのか。現状維持のためなのか。ただ朝鮮半島は2つに分かれておりますので、再統一を図ろうとしているのか、いわば現状維持の変更を目論んでいるのか。北朝鮮の非常に攻撃的な攻勢に出ているとそのいわば範囲ということについて伺いたいと思います。平壌の状況については先生よくご承知だと思いますので、少し切り替えて私の意見も含めて、質問という部分もありますけれども、後ほどまたお答えいただければと思います。英国がインド太平洋で活発に動いてらっしゃる、これはやはり歓迎すべきことだと思います。この傾斜という政策、非常に体系だった政策であるということを非常に感銘を受けています。艦艇を、プラ空母打撃群も含めて派遣されておりますし、それからオーカスについても触れられました。CPTPP、また CPTPP の話も出ました。今申請をされております。で、日英の二国間関係を見てみますと、また再び黄金の時代とも言えるかもしれません。20世紀の初めの、いわゆる英米同盟の頃のと同じようにと、英国がこれほど積極的に行動に出ているというのは、世界の重心がこの地域に移ってきているということもありますし、英国はいわゆるグローバルな役割を今求めようとされているということもあると思います。でもインド太平洋地域というのはまさにそこに当てはまるのではないかと思いますが、ただ先生が強調されたように、英国はヨーロッパの国であります。しかも今すぐ隣で起こっている紛争があるわけです。で、ヨーロッパとの貿易編もやはり横にそらされる、あるいは難民の問題ですとか、もうそういう問題もずっと続いている EU
から撤退したということで、貿易面でもいろいろ混乱もありますし、それからウクライナにおいて戦争が起こっているということがあります。ただ私が知る限り、英国の中で今中国があまりにも自己主張を強めているということに対して懸念が強まってきているということも承知しています。2010年代の半ば、あるいはもう少し遅くまで、これはコロナ禍の危機によって、いわゆる偽情報などが中国から流れてきているということで、さらにそういう傾向が強まってきているのかもしれません。それからもちろん香港での状況ということもありますし、ということで、こういう中国に対する否定的な態度ということが世論の中でもさらに増えてきているのか、積極的に例えば中国リサーチグループなどいろいろを主張したり行動に出たりというグループも出てきているようですので、英国のインド太平洋地域への持続的な政策にも影響を及ぼしかねないと思うわけです。すなわち政府の考えだけではなく、それに対するある意味での支持基盤があるのかどうかを伺いたいと思います。青井先生はこの傾斜という政策の持続可能性、やはり英国経済が弱体化してきているということもありますし、疑問があるようです。すでにモーガン先生のお話の中でも出てきました。私はちょっと違う切り口で見てみたいと思います。英国は G7 の中でも最も経済が弱まっているのかもしれません。とりわけブレクシーの後で、コロナ禍はこの構造的な弱さをある程度隠したのではないか。で、今各国がコロナ禍から抜け出し復興を遂げようとしているんですけど、英国が一番弱いとも名指しされております。でもちろん成長率ということでは弱い国もありますけれども、エネルギー価格が高騰しているということをお話にもありましたけれども、経済が弱まっているということ、社会不安ということとつながっていると思われますでしょうか。英国の中でも例えばデモが増えてきている、社会的な騒乱というのもまま見られてきているということがあるんですけれども、どこまでこれが深刻だと見てらっしゃるのか伺いたいと思います。それと相まって、この7、8年ぐらい我々先進的な民主主義のポピュリズムのリスクについて議論してきました。マグマのように深く根ざしたポピュリズムの感情というのはまだまだ根強く残っているような気がします。そして社会不安が英国でも高まってきているということで、ポストコロナ、あるいはブレクシットの後、いわゆる三重の危機と言われてきたんですが、英国にとっては英国の民主主義の基盤も揺るがせになってきているのかもしれません。英国政府は非常に果敢にインド太平洋地域に対する対策を今取ろうとしているわけですが、それからウクライナの戦争の影響という話もありました。
the lack of resources, perhaps. やはり資金や人材の不足につながるかもしれない。インド太平洋に振り向けられないかもしれない話がありました。聞きましたんですけれども、報告書を読んだんですけれども、元アメリカの軍人で、そのジャーナリストの人が書いたものなんですが、アメリカはたくさんのその軍事品、軍事装備をですね、ウクライナに提供して、They are only having a minimum level required for their own security. 最低限のレベルしかもう残っていないと、独自の安全保障のために、場合によってはそのレベルも下回っているというようなことをもう言っています。同じような状況がイギリスにもあるかどうか伺いたいと思います。で、これは持続的なウクライナへの支援に影響が出てくるか、そして、このアジア太平洋地域へのリソースというのも影響が出てくるのでしょうか。それから最後に、森田先生は北朝鮮の大使でもあられました。インド太平洋への傾斜という話をする場合、特に軍事的な演習、それからプレゼンスがこの地域において増すと、イギリスのプレゼンスが増すということを考えると、残った軍事構造、朝鮮戦争からの構造が残っています。ソウルに国連がまだ本部を持っています。それからその司令部も残っています。これは北朝鮮の有事に備えてですね。これは使うことができるものなんでしょうか。有事の際にですね。その朝鮮半島だけでなく、より広くですね、有事があった場合ですね、具体的には台湾海峡ですね、その時に使えるのかどうかということですね。国連の広報司令部などですけど、これはその北朝鮮の有事に限られていて使えないかもしれないのですが、しかしながら構造は使えるかもしれない、組織は使えるかもしれないということで、どういうふうに関係があるのか、全く関係ないのかというのも質問です。もう少し時間いただけますか、それともここの辺でやめた方がいいですか。I just wonder.元その外交官、イギリスの外交官の方とお話しして、してから随分時間が経つので、インド太平洋地域への傾斜が一つの答えかもしれない。イギリスの外交というのは3つの円、サークルからなっていると言われていました。アメリカとの関係がその1つのサークルですね、丸、円です。そしてもう1つは密接な関係をヨーロッパと持っているという、これがもう1つのサークル。そして歴史的なつながりを、その英国の連邦の国々とのつながりがある、このサークルですね。アメリカとの関係は、それほど従来に比べてうまく機能していないかもしれない。それからヨーロッパからそのブレグジット等である程度その距離ができた。そして英連邦。その分解とは言いませんが、異なる意見がその中に出てきているということですね。崩壊とは言いませんが、
of the Queen. ASEAN. So I just wondered the how あるいはその middle to long term 英国女王に対する見方とかいろいろありました。その中期的なタイムフレームで見た場合、depict the you know どういうふうに描かれますか？ Entire UK 全体のイギリスの diplomatic 外交 strategy。戦略について、インド太平洋への傾斜がその答えの一つだと思いますが、世界の地域とはそれ以外にもあるので、グローバルなご見解を伺えればと思います。ありがとうございます。遠藤先生、ご質問どうもありがとうございます。で今日消化できる以上の非常に盛りだくさんな質問がありました。もう30分では到底、話しきれません。でも1時間以上かかると思います。私が忘れている場合には指摘していただければと思います。最後の質問ですけれども、全体の英国の外交戦略ですけれども、私の方からはお答えできませんが、ただ統合レビューの中では英国のアメリカとの同盟について強調をしております。それから英国のさまざまな組織や団体におけるプレゼンスにも触れています。イメージもおっしゃったように、インド太平洋、やはりこれインド太平洋の重要性ということが反映されているわけですが、英国がインド太平洋でどのように行動を取ろうとしているのか、いろいろな国と協力をしながら、それぞれの利害も尊重しながら、そして英国のさまざまな能力も勘案してということだろうと思います。そしてそれを広く適用していこうということでしょう。それに付け加えるとするならば、非常に興味深い問題があります。アメリカのアプローチはということです。米国が英国について英国が日本の次期戦闘機について一緒に協力しようということもやはり認めた。それからオーカスもありますし、米国もいろいろなグループを作っていろいろな形で協力を進めようとしているわけです。でこう申し上げていいとするならば、唯一の超大国であるけれども、中国から今挑戦を受けているということで、他の国と協力をしていかざるを得ないということです。北朝鮮について先生の方から一連の問題提起がありました。いわゆる国連司令部に関してですけれども、英国府も軍隊を派遣しておりました。朝鮮戦争の時にはで、やはり外交に関与する、この地域に関与するということの非常に重要性があるわけですが、で国連軍の後方司令部が本当にお手本になるのかどうか分かりません。他の地域に当てはまられるのかどうか分かりません。でこれは国連の司令部だけではなく、在韓米軍についても、もし紛争が起こったとするならば、台湾海峡でどうなるのか、そしてそのことが韓国もやはり対応を取らざるを得ないのか、そしてアメリカはやはりトリガーとなる軍を韓国に置き続けるべきなのかという問題も出てくるわけです。で国連軍司令部に関しては、休戦協定で戦争は終わったわけではなく、休戦という形を取ったわけです。2つの領域があったんですけども、1つはいわゆるマレーシア、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドと英国は5カ国の防衛取り決めというのを持っています。そこでの問題は、法的な義務は何なのかということです。英国がどういう法的義務を引き負っているのか、もし紛争が起こった場合にという問題が出てきます。北朝鮮に関連して申し上げますと、イミジュクもおっしゃったように、したる動機は北朝鮮側にとっての、あるいは金政権その指導部の動機は何かといえば、北朝鮮をこの体制の中で守っていきたい、でいわゆる金王朝を
を守っていきたいということでしょう。ですから基本的にやはり弾道ミサイルや核兵器を開発しようというのは抑止のためだということになるでしょう。ただ北朝鮮は今年、2022年、新しいドクトリンを公表いたしました。ドクトリンと言ってもいいかと思うんですけれども、これは核兵器の使用に関連してであります。すなわち、先制使用、第一使用を否定していない。ただ紛争が起こればということであります。ですから真の意味でのリスクはあり得ると思うんです。戦術核兵器を北朝鮮が開発を進めているわけですが、これは大きくリスクを引き上げることになると思っています。私が平壌、在平壌の英国大使だった時に、朝鮮人民軍といろいろ話をしました。いわゆる非居住のアタッシェ、軍事アタッシェが確か2016年だったかもしれませんが、平壌を訪問しまして、で防衛アタッシェ、軍事アタッシェが、この米国としてはミサイルを、あるいは核兵器を朝鮮半島に配備していないといったようなことをさまざま言ったわけですけれども、核兵器を使わないと、これは軍事アタッシェの見解ですけれども、朝鮮半島ではそれに対する答えですが、この将軍、私が会った将軍、北朝鮮側の将軍、それは戦術核兵器に当てはまらないと。実際にはそうなんです、当てはまるんですよ。でも彼は当てはまらないと答えたわけであります。ですからそれはやはり北朝鮮として戦術核兵器の取得をもう当時から検討していたのだということがわかるわけです。すなわち敷地が違うということですね、戦術核の使用については。ですからリスクは大幅に引き上がるということになります。で北朝鮮の核兵器の背景、例えばこの移動用再突入装備兵ですとか、その極超音速の兵器ですとか、で韓国や日本にとっては大きな脅威になるわけであります。でいろいろな試験飛行法などもいろいろ監視をされてきたわけですが、非常に懸念を持たれていると思うんです。中国が果たして全てを監視する力があるのかどうか、これは中国だけではありません。これは大変問題だと感じるのは、私自身は軍事専門家ではありませんし、中国軍についての専門家ではありませんが、やはり過小評価してはならないと思います。中国側の能力について、特に装備能力について。ですからおっしゃることは正しいかもしれません。もちろんいろいろな違う意見があると思うんですけれども、どこまで目先あるいは近い将来中国の台湾侵攻が起こる確率は高いのかどうか、すなわち中国独裁体制とまでは言いませんけれども、非常に指導部の体制が非常に強化された。第20回の党大会の後、習近平の立場は非常に強くなった。そして反対意見を言えるような人々の数は大いに減ったと思います。ですから意図として台湾が独立しないように、これはもう明確に散らされている。そしてそのための装備能力の強化につながっているんだろうと思います。ですからこそ抑止が重要だと考えます。平和的ではないような台湾の再統一ということがあれば、これは重大な問題です。でウクライナの戦争が故にそういうことが今言われてきているわけですが、中国に関しては他にもいろいろ問題があります。すなわち国連海洋法条約アンクロスを
を無視するとか軽視するとか、これは昨年の講義の中でもお話をしました。英国にとってのアンクロス、これは航行の自由にとってだけではなく、さまざまな権利あるいは領有権の主張、かなり広範に南シナ海、東シナ海だけではなく全世界で主張してきているということ、これはやはり問題ですし、中国の威圧、経済的な威圧の試み、いわゆる、この報道の自由とか表現の自由とか言論の自由を抑制しようとしている香港の総務の場合もそうですし、2020年以降14万4000人の香港の人に BNO という英国に入国が許されるビザ、パスポートを与えてきているということがあります。で、1997年の返還につながった共同声明に違反するような動きを中国が香港で行ってきている、いわゆる国際協定に違反してということです。中国についてはさまざまな形で、異なる形でいろいろ関与しているいろいろな人々があるわけですが、例えばサイバーセキュリティについて重要インフラを守らなければならないとか、さまざまな形でやはり保護していく必要がある。こういうことはやはり世論の中でもやはり意見として広まってきたと思います。ただ中国とはこれからも経済的な関与を持つべきだ、それが望ましいと主張する人々もいるわけですが、これは野党側の労働党側の政策であります。将来的に政権の座につけば、やはり中国との貿易や投資を推進しようとするでしょう。まあ、国家安全保障上のリスクがあったとしても、まあ、話はしませんでしたけれども、先ほど質問が出ました。あまりにも中国に過度に依存するのはどうかと。これは特に英国のような経済、だけではなくアメリカもそうです。ロシアと対比するならば中国への依存がかなり高いということがあります。それから台湾については半導体にかなり依存しているのがあります。これはあまり詳しくは今日は申し上げられませんが、で軍の能力についてウクライナにおける紛争でいろいろな問題提起が出てきています。どのような装備能力をウクライナが必要としているのか、それから英国自身のコミットメントについてどういうものが必要なのか、特に弾薬の供給ということが今重要な課題になってきています。できたはずであります。トラス政権としては英国の国防費を GDP 比 3% に引き上げようとしたわけであります。これは実現可能ではなかった。彼女情報がそう主張しているときでさえも、そして今はもう当然ながらできないわけです。彼女の政権は崩れましたので。しかしだからといって防衛上のニーズがないわけではありません。ですからもっと資金をかけられるならばできるでしょう。ただやはり教育の分野も資金を必要としておりますし、保険の分野もしっかりであります。他にもいろいろ資金を必要としている分野があるわけです。日本との協力ですけれども、安全保障上の関係について英国は防衛安全保障上の関係が非常に重要であると明確に打ち出しております。もちろん同志国でもありますし、貿易や投資の関係も非常に重要だということがありますが、セパ、包括的貿易連携協定は結ばれたわけですが、実際には英日韓の貿易
はこの地域の他の国々との貿易関係ほどは伸びてないというのが実情であります。ただこの関係へのコミットメントは非常に強いものであります。ありがとうございました。残った 1,2 分で聴衆からのご質問をお受けしたいと思います。インド、そしてイギリスの関係、そしてスリランカに関する質問もあるので、それを組み合わせたいと思いますが、インド の、 そのロシア、ウクライナの戦争への姿勢はそのイギリスとの関係において影響を及ぼすか。スナックさんはインド系ですけれども、インドが英国の植民地だったことはその関係するのでか、英国のとの関係、そしてイギリスのスリランカの位置づけを伺いたいと思います。遠藤先生の方がコメントなさりたいかもしれませんが、いくつかの他の国についても言及しようと思っていました。2022年に関連してですね、そのうちの一つはスリランカです。スリランカについては唯一申し上げるのは、経済的な政治的な危機が2022年にスリランカを訪れた。イギリスがそのスリランカに関与したことに私はそれほど関与していないんですが、イギリスはそのプレスの報道などを見ますと、非常に顕著なにその危機に対応したということです、イギリスが。その英連邦のつながりが非常に強いにもかかわらずですね、国連でそのイギリスがミャンマーに関連して取った行動を考えますと、そこにおいてイギリスはリードしたんですけども、いろんな形で、あるいはそのパキスタンの洪水の時にもイギリスがそのいろいろなその援助の予算にいろいろなその負担があったわけですけども、主要なドナー国であったわけで、インドに関しましてはいろいろに大きな問題があります。イギリスはロードマップを2030年までについて描いて、インドとの関連を描いたわけです。いくつかの領域がそこの中に含まれている。イギリス、政府に代わって私は政府の代弁をすることはできないんですけれども、ほぼ確実に私は思うように、イギリスは他の国もそうですけれども、インドの非同盟諸国としての立場を認識し、その同じその発言、同じ行動をしたりしないかもしれないけれども、ロシアとの関連においてアメリカとかイギリスが行うということに関してですね、ただインドと防衛において協力をするということは非常に重要です。イギリスはその防衛協力を拡大しています、インドと。これはその空母打撃団との関連で共同合同の演習もしています。クアッドの一部ではないけれども、インドと緊密に協力しています。イギリスはインドと議論をしています、防衛の協力についてですね。そして主要なインドに関する質問としては、ロシアへの依存度に関するものですね。兵器援助について関連して、これはこういう問題は出てくるわけです。インドがいろいろな批判、ロシアに関する批判について、どういう立場を取ろうとも、こういうその質問が出てくるわけです。ロシアがウクライナの戦争をしているということは、インドに対して供給をするという能力にも影響が出てくるということです。インドはインドで独自で決めるでしょうけど、私の意見なんかは関係ないと思いますが、供給の分散化を図るであろうと思います。それからスナック首相がインド系であるということ、そして東アフリカの地もあるようですが、
国のその連関は認識していると思います。ディアスポラですね、そのイギリスの人口 の, そのアジア系は 9.3% で、最も多いのがインド、パキスタン、それからバングラデシュです。でこれは貿易にとっても投資にとっても重要です。他 の, その協力、そして人の交流という意味でも重要ですけれども、すべての問題がそれで解決されるわけでもないし、イギリスとインドがすべてについて合意するわけではない。その自由貿易協定 FTA の交渉も決して容易ではない。非常にチャレンジングな問題であって、両国がその利益を最大化を図っているという状況です。どうもありがとうございました。もう時間がなくなってきておりますので、このセッションを終わらせていただきます。モーガン先生、非常に洞察力に富んだ講義ありがとうございました。それから遠藤先生にも感謝いたします。聴衆にも残っていただいたことを感謝いたします。東京カレッジの最新の情報はウェブサイト、メールマガジン、 SNS に掲載されておりますので、ぜひご覧になってください。将来もまたご参加を期待しています。